はい、皆さん、こんにちは。あーちゃんで生きてます。イエローケイちゃんでーす。イエローケイちゃんなんですけども、なんかいろいろですね、皆さんが今現在、もうほとんどの方がですね、日本から、私のこの動画をご覧になっていただいていると思うんですが、日本ではですね、なんか北海道では大雪が降ったとかですね、大変ですねっていう中で、寒いですねっていう中で、私はですね、この T シャツ、半袖 T シャツ、一年中半袖でーすっていうですね、まあこれがいいのか悪いかは別にしてもですね、まあ、いずれにしてもですね、お金という点で考えると私はほとんど着るもの買わないですね。普段のですね、まあ本業の仕事やってる時もワイシャツ1枚でだいたいネクタイを締めるなんてことはほとんどありませんし、でなおかつワイシャツ1枚でズボンでしょ、なのでほとんどもう買うことがないですねっていう中で、皇族の、方じゃありませんけれども、質素倹約、アジアのイエローケイちゃんということで、この動画は撮っていきたいなと思います。あともう一つね、ちょっと私も、先ほどですね、動画を拝見したんですが、ついにですね、篠原丈一郎さんが再告発をされたということです。その動画がね、今日ね、上がっておりましたので、かなりの方がもうね、ご覧になったと思うんですけども、もしまだご覧になってない方ですね、ご覧になっていただければなと思います。ついに、篠原さん再告発されましたということで、もう皆さんと一緒に頑張ってくださいということでね、広報支援するしかないですね。もうこれは本当にね、日本の司法が試されるというですね、そういうようなことになりました。本当はですね、その皇族に絡んだようなこと、日本の皇室に絡んだようなことで、なんか日本の司法が試されるっていうのはあんまりよろしくないんでしょうけども、でもやっぱりこれがね、そのままね、もみ消されるとかそういったことになったら、とんでもない話ですよね、という気がいたします。ということで、篠原さんが今日、動画を上げておりましたので、まだご覧になってない方、ぜひご覧になっていただければなと思います。私もね、ついさっき、見たばっかしです。で、ちょっと前置き長くなりました。今回の話題なんですが、ですね、この方も、皆さんね、世もよくご存知だと思いますけども、政治ジャーナリストの安住明彦さんがですね、具体的に言うとですね、2021年の現代ビジネスのベストというようなことで、実は現代ビジネスがですね、具体的にそういうようなベスト記事ということで挙げ取りました。で、記事自体はですね、昨日の夜ぐらいにちょっと上がってたんですけども、まあ私も内容はね、当然、ベスト記事ですので、過去、それこそ結婚する前、KK 夫妻が結婚する前の話であるんですけども、やっぱりなるほどなと言われですね、ベスト記事に選ばれる、まあさすが安住さんかなと言われるような、やっぱりこの記事でしたので、ちょっとね、紹介があったら、私の意見なんかも含めてお話をさせていただきます。でですね、ちょっと待ってください。私はどうもですね、喉があんまり強くないんです。なのでね、こういう喉があんまり強くないんで、こういう形でずっと話し続けてるとですね、もうガラガラになってくるんですね。まあ、それはいいんですけど。で、記事の内容自体はですね、まずその、KK 夫妻というか、M 子さんと KK の息子の結婚問題が2017年9月3日を、皮切りにですね、起きてから実際にその同年の年末に、例の元婚約者 A さんとの金銭トラブルが発覚して、そこからですね、それこそ、KK 母の、配偶者のですね、利勝さんの、まあ実際のね、ご自分でというような話からいろんなもう疑惑、それこそもう最近に至ってはですね、KK 息子のですね、実際のフォーダム大学の話とかね、そういうようなことも含めて全てにおいて疑惑ばっかし積み重なっている中でしたというようなことで、この結婚前に、ですね、今年の2月23日のですね、金城陛下のご結婚じゃない、お誕生日会見。で、実際には会見自体は、その4日前の2月19日に行われましたけども、本当はね、天皇陛下がこういった一般国民に関わるようなご結婚のことを話すこと自体非常に異例だったと思うんですけれども、それだけにやっぱり、金城陛下としてのですね、やっぱり皇室に対する心配、あとはやっぱり何と言っても自分の直接の姪にのが幸せになってほしいというですね、そういったお心持ちがよくわかる心配、ご心配ですね。そういったようなことに、
関する話をね、安住さんが言われておりました。もっともだという感じの記事なので、でですね、まあ内容としては、そういった内容で、特にですね、その今申し上げました、今年の2月の19日ですね、の記者会見で、陛下が言われてたような言葉、ちょっとそれはそのまま今読み上げますが、M 子内親王の結婚については、国民の間で様々な意見があることは私も承知しております。このことについては、M 子内親王がご両親とよく話し合い、永宮が言ったように多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願っております。というね、ちょっとね、文章でね、書くと本当に3行ぐらいの文章ではあるんですけども、この3行ぐらいの文章に非常にね、大きな重みが含まれてますね、っていう話ですね。で、当然ですね、永宮、まあ、これをとともにですね、実際に、その前の、去年ですね、去年の11月の、今年じゃなくて去年の11月の永宮殿下のお誕生日会見では、実際にですね、それこそ憲法の条文を引き合いに出してきて、結婚自体はお認めになるというような表現をしちゃったわけですよね。で、それに対してそれを受けて、金城陛下が、まあ実際にですね、発言をされたわけですけども、これね、安住さんがこの記事の中で言われてたことで非常にね、私が考えてたことで全く同じだなという部分があったんですね。それが何かというと、ちょっとそのね、内容言ってきますけども、結婚は私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくための必要な選択と M 子が言ったというような中で、あたかも、KK 息子との結婚に命をかけているように書かれた、M 子内親王殿下の、お気持ち文書、これもありましたね。やっぱり11月に発されました。去年のですね。で、それに対して11月末の永宮殿下のお誕生日会見で気弱になられた永宮殿下の発言内容を実際のさっき申し上げました金城陛下のですね、ご発言がもうなんか結婚しょうがないねというような形でもう完全にもう娘からですね、バーッと言われてですね、弱くなっちゃったような永宮殿下に対してその結婚自体はやっぱりちょっとおかしいだろうなって当然思われたと思うんですね。その中で、金城陛下、天皇陛下がですね、その発言内容を正確に戻されたのではなかったのかっていうことを安住さんが言われてて、このね、考え方は実はね、私ももう何ヶ月か前に別の動画でちょっと申し上げたんですけども、全く同じです。やっぱりですね、思い返してみると、昨年の11月に今ちょっと申し上げたような結婚というのは、この人生におけるね、必要な選択。要はどちらかというと、国民全体に対してこの結婚というのは私にとって絶対必要なのよ。あなた方何にも言わないでというようなね、ことを、を意に含んでいるような、言い換えれば国民に対する恫喝ですよね。そういったような表現をしたことに対して、金城陛下、天皇陛下がご心配されてて、それに対して、まあ、最初にね、永宮殿下がもう気弱になって仕方ないかな、みたいな形で憲法の条文を引き合いに出して、結婚はいいよ、みたいな形で言っちゃったことに対して、さすがにですね、天皇陛下もちょっとどうかなと思われたんでしょうね。やっぱり天皇陛下のお立場としては、当然皇室の将来も考えなきゃいけない。でもやっぱり実際の自分のね、血の通った姪ですから、その命には幸せになってほしいという声を、やっぱり二つで、いろいろね、どうかなっていう感じで思われたんじゃないかなと思います。私なんかが言うような非常に不遜な表現なんですが、でも、やっぱりさすがだなと思うのは、そういったような状況の中で、最終的にはご両親と、すなわち永宮ご夫妻と、よくお話をしてくださいという中で、要はよくお話をしてください。要は結婚に関してもう一度考え直してくださいというような意も含んだようなね、そういったご発言をされてるわけですよね。もうやっぱりこの文章に関しては、やっぱり天皇陛下のこのね、ご発言に関しては、両方のサイドをよく考えた国民に対する、ご発言だったかなという気がいたします。にもかかわらずですね、にもかかわらず、もう皆さん、これはもう実際の記事というのはね、今年の結婚前のね、安住さんの記事なので、それはそういう状況でしたというね、そういうベスト、現代ビジネスのベストと言われた記事、それに対して、もうあとは皆さんご存知の通りの、実際の10月26日に、入籍が行ってですね、
で、あの、入籍会見というか結婚会見、会見じゃないんですよね。もう果たし状を投げてるかのごとく、国民に対するね、敵意心をむき出しにして、それこそね、果たし状みたいな形でね、渡してるような話ですよね。それに続いた11月30日の家宮殿下のお誕生日、録画会見、果たし状をまたね、ダブルで、ね、国民に対して、まあ、突き出してるようなね、そういったような話だったと思います。ということで、まあ、ちょっとね、ひでえわなっていう話ですよね。この、さっき申し上げました、その、金城陛下のお言葉、国民に対するメッセージ、国民に対するメッセージというかですね、もう、家宮殿下とその、恵子さんに対するメッセージですよね。それも結局、もう、結局はちょっとね、私もサムネイルに書いちゃいましたけども、そういったようなね、非常にですね、お心優しいお言葉を無視したような形で、それこそですね、その後もですね、天皇陛下に対する感謝の気持ち、天皇皇后両陛下に対する感謝の気持ちは全くその後の会見にもなく、文書にもなくですね、10月26日に、まあ、言っちゃえばですね、勝手に入籍をして、勝手にとんずらこいたと。いうような話になってるわけです。ということで、今日はですね、ちょっとね、非常に、さすがにですね、現代ビジネスのベスト記事に選ばれるだけの内容だなと思いました。安住さんのですね、実際のそういうような、記事、これはいつ出されたのかな。だからまあ、結婚するかなり前だと思うんですけどね、そこに出されたような、記事をちょっと、ね、紹介させてもらいました。ネット上で出てますので、また URL ですね、概要欄に貼っておきます。私今回ね、ちょっと紹介させてもらったのもある一部だけですので、ぜひまたこれね、結構何ページもありますけども、ご覧になっていただければなと思います。うんうんうんというふうに、またね、相槌を打たれる方が多いかなという気がいたします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。それではね、バイバイ。